こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2018年は多くの方が動画を見てくださり、また温かく楽しく勉強になるコメントもくださり、本当にありがとうございました。2019年の最初の動画は N ゲージ、車両は E650 系なごみです。猫族鉄道のレイアウトは小さいので、4両編成で DR 車は組み込まずに走らせますが、先頭車両に日照機を掲げたいと思います。特別車両に旗や連結機カバーが付属されていますが、ボディに穴開き加工を行わないと取り付けができないので、日照機付きのスペアボディを購入しました。先頭車両のボディとスカートを外します。細い棒などを隙間に差し込んで、キャビンを外してから連結器を外します。キャビンとスカートを戻して、日照機付きのボディをかぶせてお召し仕様の完成です。
それでは2019年も猫と猫族とご一緒に動画をお楽しみいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。猫族。